我是ピングー関心浜谷康之です。ニーハオということで浜ラジやっていきたいと思います。本日はですね、台湾は台北有名シアターの前にてお届けしたいと思います。ゲストは僕だよ。ウェーイ、僕だよ。ゴスプロ音楽部小山豊、そして太田雅樹です。ぜーい、いやということでお送りしていきたいと思います。さあ皆さん参加いただいてよろしくお願いします。こんな感じでね、はい、豊川君は今回2回目のゴスプロテッションの台湾です、はい、そうですか、最高です、最高です。昨日は5時までやり上げて、卵を食って、卵は食わなかったですね、昨日は。タジャンは台湾へは、台湾は4回目、5回目、11年前に来てて、そう、ブリブリブリの台湾でもう嬉しい。今回青踊りを、あの鳴り物をお二人に、それからあともう二人いたりとか、はい、どうですか、やっぱりこう青踊りの音と普段お二人がやってる音楽とは違う。違いますから、ね、全然違う、ジャンルが違うので、その辺は結構どうなるかなっていうのはあったんですけど、でももう太田は先輩がやり上げてる、もう普通はあの鐘と太鼓は別の人がやるのを一人でやる。あ、でもありえないですよね、多分きっと。ありえないと怒られる。そうだと思います。怒られる、怒られる、はい、まずそれを強引にという、はい、あれよくできますね、そのこっちで太鼓やって鐘やって、全然どうやってやってるんですか。でも言っても鐘を叩いてる右手はあのかなり一定のことをずっと繰り返してるから、ちゃんちゃちゃんちゃ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 、それ左手が自由に、だから まだあれよ、そんなにまだ酔っ払ってますか。これあの、はい、劇中も弾いてもらってるじゃないですか、はい、曲を、あれってもう頭の中にもう即興ですか。あ、即興ですね。お芝居見て即興で見てもらって、まあ、間合いとかある程度はイメージして、いやっていうかセリフのこの、 あの言ってることだったり、うんうん、その空気感とかで即興で合わせたんです、ね、うん、台本を読んで読みつつ合わせて、そう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 。今回ですね、あの今回も去年の台湾に引き続き豊君に劇中の音を入れてもらって、生音なんですよね。そうです。それが今回何曲ぐらいありましょう。結構ありますね、 M は8ぐらいは、ね、はい、もう全然あの東京と違う仕上がりになってましてですね、あのその辺も楽しんでいただけますよね、はいはい、やってる方としてもこう高揚するというか盛り上がるし、なんかやっててなんていうんですか、気持ちいいというか、うん、心地いいというか、うん、まあその東京でやってたを普通に音響で入れてもらってるのもそうなんですけど、そうじゃないこう一体感というか、一緒にやってる感も半端ないし、すごくいいですよね、ああいうの。すごい楽しい。でもお芝居とこうやるのって豊川君は2回目ですか。いや、その前に結構あるんです。ああいう絵も入れたりすることもある。結構あるんです。僕はなので、僕は結構好きな方ですね、そう合わせていくっていうか、毎日変わるじゃないですか、はい、伸び縮みするし、はい、それにこう対応していくっていうのは割と好きなタイプです。やっぱりこの例えば太鼓と合わせるとか、あの他の楽器と合わせるのと全然、あでも全く一緒です。僕の中では音楽やるのと、そう芝居と合わせるのは全く一緒です。タワちゃんはあるお芝居と一緒に。タワちゃんね、多分初めて、初めてやる、うん、学生時代にねミュージカルをやってた、やってたドラムで、うん、それ以来か。へえ。お芝居とこうやってお仕事でさせてもらえるのは初めて。どうですか。もうセームインヒームだから全く一緒。あ、そう、まあ、最後まで出ないじゃないですか、うん、まあ、最後はバーッて皆さんが出るんですけど、その時にね、タワちゃんがどんな顔してるかが、うん、そうです。タワちゃん泣きながら太鼓叩いてそうだ、ね、カーテンなんかすごいことだって去年のね、3の糸の時も豊川君泣きながら弾いてた。泣きながら弾きましたね。やるよ今回。より泣いてます。より泣いてる、より泣いてる。素晴らしいですね。母ちゃんどんなことになるんだろうね。ねえ、どうなっちゃうんだろうね。本当に
だからちょっと怖いんだよね、この体をコントロールできなくなるような感情に なっちゃったらどうなっちゃうんだろうそうなったら音も全然変わってくるし、変わっちゃう、あれも変わっちゃうんですか、その全部変えます、全部変わる、それに合わせてくる、そうです、ウォーターソー、あでもサイズは決まってるんで、 そうそこはずれないですけど、そう自由なところはもうすごい変わってくるかもしれない、セリフ全く聞こえない可能性あるとか言ってなる、そう、だからそうならないようにこうそこはこうね、あのカーテンが、ね、そうあれがあるから、そう冷静を保って、そう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 、いや本当ね、感情の機微がすごいんですよね、とにかくもうそれは本当ね、音楽やってる時はライブ同じ2時間だとしても1曲ずつまあ曲順を組んで MC 挟んでも挟まなくてもやっていくけど、まあある意味で言えば曲順っていうのはそのある 1番2番みたいなさ、シーンがこう進んでいくようなイメージはあるのね、ライブの音楽でも。でも芝居は全てがつながっているから、ね、一つも切れないから、こうやっぱり時間が経っていけば経つほど、そのこれがこれだったのかとか、そういうフィードバックをこうすごく感じさせてくれる、それがやっぱりどんどん感情がこう豊かになっていく感じするんだよね。もういやだからもうそれに音をこう一緒に出してるっていうのはもう よくうまくこう言えない、まだとにかく心が動きます。あそうです、17日の7時、19時、はい、19時にあのここ有名シアターで、ゴスペル音楽部のスペシャルライブがありますので、どのような内容なのかちょっとお聞かせ願いたいなと思います。はい伝統楽器をあの津軽三味線和太鼓笛と今回あのいるので、伝統楽器がどういう成り立ちでこう今まで生きてきたのかとかいうこともワークショップという形を通して皆さんにお伝え、自分たちなりにお伝えしたいなということと、あとは大山さんの曲、私の曲というオリジナル曲もまた2人は書いて音楽活動しているので、それぞれの曲を今度はこの形で、笛、三味線、太鼓、まあ、太鼓2人、あと今回はそれにエレキベースも入ってもらって、うん、まあ、現代的なポップな感じでもあるし、同時に、民謡をまたアレンジしてこの5人のパッケージでというような、昔から今までの時間をうまく表現できたら、どれぐらいやるのかな、40分ずつですね、40分ずつ、1部2部で、はい、休憩挟んで、挟んでワークショップやって、うん、そうですね、うん、ワークショップライブやって2部はそういうミックスされたもの、うんうん、皆様梅市あたりでお待ちしております。それではごきげんよう嘘